親と思った次の瞬間にガチャガチャっていう音がしてドアが開けられるんですね。よろしくお願いします、えー。皆さんもご自身で抜けない癖みたいなものって。 一個か二個かあるかなと思うんですけどもこの話を教えてくださった女性一人暮らしを始めてからも家に帰った時につい「ただいま」って言っちゃうのが癖だったんですよそれまで実家で暮らしてた時必ず「ただいま」って言いながら入ってたからその自分ち自分しかいないもう誰もいない真っ暗な部屋だと分かっていてもついつい「ただいま」が出てしまう でねこの方、えー、大学に進学した時点で一人暮らしを始めてで昼は大学で夕方から夜真夜中ぐらいまでずっとバイトして家に帰るっていう忙しい暮らしをずっとしてたんですけどもある時ねその深夜のアルバイトが終わってもうくたくたになってコンビニで軽くご飯を買って。 マンンションに帰って「ただいま」って自分のお部屋に入るんですね。であー疲れたなーと思いながら床に自分で座ってですよでそしたらねコンコンコンというような音が響いてきてその部屋の外の共有の廊下を、ま、誰かが歩いているような音だと分かったんです。 その音がだん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 こっちに近づいてきてヒールの音らしいんですけど自分家の前でそのカツカツカツとねピタ止まるんで「すよでおや?」と思った次の瞬間にガチャガチャっていう音がしてドアが開けられるんですね。びっっくりりして振り返って振返 玄関の方を見たワンルームだったのですぐにそこに入ってくる人の姿を目に捉えることができたんですけど目と目があったその人の顔っていうのが自分自身だったんですってびっくりしても言葉なくしてしまってそれは向こうも同じ感じだった目をまん丸くしてるんですしばらく時間が流れたんですけどそのまま 玄関のところにいいる自分が帰っていたんですねで、その玄関から入ってきた自分も「ただいま」って言ってたんですよ。いや私や私が来たとねびっくりしたんですけど一体何だったんだろうとすぐにはこうね受け入れられないわけですよね。でもその 自分の,その服とかも全然持ってない知らない服だしちょっと派手だったっていうんですね髪の色とかも違かったんですよでも確かにただいまって言って帰ってきたそれもそこで親と思ったんですよね自分はただいまって言うんですけど帰ってきた自分自身はただいまって関西なまりだったんですよここでこの女性は ふととあることを想像したんですでこの方小さい頃にご両親が離婚されてるんですよそこで「お父さんとお母さんとどっちと一緒に暮らしたい?」そんな風に質問されて小さいこの方は悩んで「どうしようお母さんと暮らしたい」そう言ったんですね でその選択の結果お母さんの家がある関東にとどまってそこで成長して大学進学のタイミングで一人暮らしを始めた一方でお父さんお母さんと別れた後その実家がある関西に戻ってしまってでも会ってないんですよね。でもし私が あの時、お父さんと暮らしたいと言っていたとしたら、私は、その幼少期の後半、関西で暮らしていたはずで、もしかしたら、そのただいまで、関西なまりで帰ってきた自分というのは、父親と暮らしていた世界線の自分だったのではないか。もしかして、そこで別れたその自分の道が、 この大学に通うという一点でまた交差してこの自分の部屋に収束するとそういう道だったんじゃないか平行世界に分かれた自分自身があの時なぜそうなったのかは分からないけれどもあのタイミングで自分の前に現れたのではないかなと忘れられない体験ですという話を聞かせていただきました ありがとうございます。